はい、どうも、哲学とです。今回はですね、デュレールをね、召喚するための、生ける鋼の素材が足りないという方、大勢いらっしゃるかなと思うんですけども、公式フォーラムの方でですね、この生ける鋼問題についての、非常にありがたいアップデートが、出てきましたので、ちょっとね、詳しく見ていきたいなと思います。こちらね、公式フォーラムの、サイトになるんですけど、URL ね、概要欄に貼ってありますので、ぜひ、本文の方も確認していただきたいなと思います。で、今回の、アップデートの、内容になってくるんですけども、リビングスチール、つまり生ける鋼の、取得率を調整しましたということで、まずですね、ティア3、ナイトメアの難易度の場合は、スチールチェストですね、300の宝箱からの、ドロップ数が、今まで1個だったのが2個に、増加していると。で、さらに、1から2の追加の、生ける鋼がドロップするチャンスがあるという形なので、最大4個、ドロップしてくれるように増加しているよと、いうことですね。で、次には、ワールドティア4ですね。トーメントの、300チェストなんですけど、こちらね、今まで3個だったのが5個に増加していると。で、さらに、それに加えてね、5つの、リビングスティールが、ドロップするチャンスがあるということで、最大10個かな、1箱開けるだけで、もらえる可能性があると。で、さらにですね、他のすべてのヘルタイドチェストに、ワールドティア4のリビング、生ける鋼が1つ追加で、付与されますということなんで、時間がね、少し余って、他のね、宝箱を開けた時も、こちらのね、生ける鋼が、入手できるということで、かなりね、生ける鋼の、取得率上がって、デュレールの周回数も、増やすことができるようになったんじゃないかなと思います。で、さらにバグ修正としてですね、リビングスティールが正しくスポーン、しない問題を修正しましたということで、私も配信中とかに、よく遭遇してた、ことなんですけど、300のね、宝箱が出てるはずの、場所に行っても300の宝箱が出てこなくて、一回ね、ポータルで街に戻ってくると、マップがリセットされて300の箱が出るとかっていうような、ことが起きてたんですけど、このね、問題に対処するために、一回ですね、リビングチェストガーディアンのモンスターを削除、しましたと。これにより、当面はチェストの機能が向上しますが、インタラクションでこの問題が発生しないことが確認したら、またね、ガーディアンを戻すということなので、300の宝箱を守ってたね、ボスの方が、しばらく出てこなくなりますけど、なるようになって、で、その代わり、問題が解決しているのを確認したら、戻すよという形なんで、おそらくね、チェストが出てない、場所が、ちゃんと、その出現時間にも関わらず出てないっていう問題は、解消されているのかなと思います。で、さらに、一部のプレイヤーがゲームにログインできない、できずシーズン終了し、知らせるエラーコードが表示される問題を修正した。で、あとシーズンジャーニーの目標が正しく達成できない様々な問題を修正したということなんで、シーズンジャーニーコンプリート目指してるのに、なかなかね、実績がちゃんと、反映されないという方も、ここら辺は治ってるのかなと思いますので、今回ね、とにかくね、こちらの、生ける鋼のね、ドロップ率大幅に上がってますので、ぜひ、ヘルタイド周回の方、心折れてるっていう方も、再開してみてほしいなと思います。はい、今回はホットフィックスについての、話題になりますが、少しでも参考になったよという方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ヘルタイドについてはですね、具体的な周回方法を含め、またね、詳しい解説動画を撮りたいと思いますので、ぜひそちらの動画も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。